こんにちは、ゆうぽんです。今日は今年に入ってね、まだスマホの中身を紹介していなかったので、今日はスマホの中身を紹介していきます。でね、前よりももう全然変わったので、改めてね、皆さんにお見せしたいと思います。まあ変わったって言っても配置が変わっただけです。では早速中身を紹介していきます。はい、今ね、私のホームページがはい、こちらがホーム画面です。いやね、なんかね、結構前と変わったんじゃない？で、今回新しくした配置が、なんか下にはさ、ほら、必ず4つまで入れれるじゃん。上にもね、なんか必要なやつ、そう、4つ必要なアプリがあって、で、ここでどうするかって考えた時に、上にも枠作ればいいんじゃねと思って、なんか上にね、4つあります。で、下は、もういつも通り、この前の紹介でもあったと思うんですけど、色分けしたアプリたちが並んでます。って感じに、配置はね、こんな風に作りました。じゃあまずね、アプリを紹介していきます。まず一番上にあるのが写真です。写真はね、皆さんありますよね。ね、可愛いですね。で、そして隣にあるのがサファリです。なんかね、サファリとか写真とか、インスタグラムとかって全然めっちゃ使うから、なんか色分けに入れてもタップしてみるのめんどくさいので、もうね、入れないで置いてます。で、そしてスラック。スラックは仕事関係で使ってます。で、インスタグラム。そうですね、これですね、私のインスタグラムです。ででーんって感じです。なんかね、フォロワーがね、あともうちょっとで15万なんで、よかったら皆さんフォローしてください。で、そして下これツイッターです。前にフォローしなかったらよかったらフォローしてください、ね、アイコンが独特ですね。そして隣に LINE です。安定に溜まってます。早速返してきます。で、隣に音楽です。まあね、この Apple Music はもうマジでいつも使ってるので、もう入れたくないね、色分けには。で、隣に YouTube もね、使うんで、もう端っこです。すぐ指が届くように。で、そして色分けの部分行ってきます。ここはよく使うブラックゾーンです。まあ、カレンダーは言うてね、あ、今日成人の日ですね、使わないんだけど、まあ一応置いといて、あと時計はこうやって目覚ましがあります。なぜか5時が2個ある。10時に起きることってあったっけ。ゆうぽんのアラーム事情でした。そしてアメバ TV。 アメバ TV は最近テレビで見てるので、スマホで見ることはなくなったけど、あれだね、外出の時とかではこちらのスマホで見てます。あとはカメラ、こちらがカメラです。で、そして TikTok。 まあね、これが私の TikTok です。アイコンはね、なんかずっとこれなんだよね。そろそろ変えようかなと思ったけど、まだね、フォローしないとよかったよかったらフォローよろしくお願いします。 TikTok もね、そろそろちゃんと上げないといけない。そして次、設定。まあ、設定はね、絶対使うので、もうブラックゾーン。よく使うブラックゾーンに入れてます。次、これ。ブルーゾーンですね。まずトレロ。トレロは仕事です。あとはイケア。イケアも買わないけど、いつか買うんじゃないかなっていう。あれ、棚欲しくて、ちょっと今探してんだよね。見とかないといけない。あとメール。で、それでゼペット。と、そうだ。そうだね。それだけ言ったわけじゃない。で、こっちに行くと、スノー。でね、このアプリは、こうやってね、なんか英語とか、英語読めないときってあるじゃん。まあ読めないんだけど、全体的に。で、これカメラ入力ってあるんですけど、なんか英語ないかな。ほら、見て！汚いんだけど、こうやってね、文字が出てくるんですよ。こうやって読むんだよ、みたいな。まあもちろんね、全部が全部合ってるわけじゃないんだけど、こうやって日本語に直してくれます。あとは、まあ、逆にもできるし、一応韓国語もできます。てか、こんな風に、いろんな国もできるね。はい。これ結構ね、すごくおすすめなので、よかったら撮ってみてください。Google です。で、ツイキャス。これなんだろう？これよくわかんない。これ、ラジオだっけ？なんか忘れましたね。で、ポケモン GO。と、このフォローチェックを今使ってないんだけど、なんか昔使ってた。なぜか。で、そして、Amazon Music。Amazon Music も使ってないです。で、iMovie。iMovie は元からついてるやつだね、スマホに。で、コピー機と、これショートがってよくわかんないんだよね。あとファイルと、あとはディズニーですね。ディズニーリゾートとディズニーストア、ヘイデイ、アップルサポート、USJ 時間です。で、こっちに行くと、なんかゲーム系ですね。ポコパン、クレーンゲーム、つむつむ、つむつむランドです。で、次、ホワイトゾーン。ここは、まず、ノチスタ。あとは、カメラ。で、モザイク。と、計算機。はい。2枚するよね。で、そしてこれね、電車です。この電車は本当にいいよね。ありがたい。で、LINE カメラ。背景透過。これね、背景透過ね、サムネ作るときも、これのアプリで切り取ってます。で、ドライブと、あとこれ、プリクラを保存するやつ。で、こっちに行くと、連絡先、マルチコピー。マルチコピーは、本当に必要。あとこれね、双子たちです。で、Google とリマインダーって感じです。
で、ピンクゾーンですね。これはディズニーのね、あの乗り物時間なんですけど、まあ、本物はさっきのブルーゾーンにあったやつです。で、これはね、ビューティープラスです。なんか結構前から流行ってたよね。で、ハルハル。ハルハル本当におすすめ。前も言ったんだけど、その、女子力を上げる方法とか、なんかとりあえずお得なことがよく書いてあります。なんかこうやればモテますよ、みたいな。あとなんか、オタクの必見とか、お出かけとか。勉強とか食べ物あったりとか、すごくねハルハルおすすめなので、よかったら皆さん撮ってみてください。で、このキラキラとしてるのは、光ってる。こうやってね光らせて写真を撮ることができます。で、これヘルスケア、恋してあ、別に彼氏いるわけじゃないんで。で、プリ画像もね全然使ってないです、ごめんなさい。で、毎日記、これ日記書いてないね最近ね。あの日記ね、あれもう本物のスケジュール帳に書いてるから、アップ用日記でも必要ない。そしてこれ、カメラですね。これあんま使ってない。どういう感じだったっけ。おお。で、そしてこちら、これもね、カメラなんですけど、昔使ってたね、昔使ってた、なんか真っ白な毛糸に揃えたくて、あ、これだ。これ撮ってたよく。ピンクゾーンはこれ以上ね。ついこれ、ホワイトゾーンに見えるんだけど、これ実はね、通販とか、そんな感じのものです。まずメルカリと楽天、アマゾン。あと9点。結構洋服系が多いね。ラクマとか、あと109とか。そうね。あと、コンタクト、モアコン。コンタクトの通販とか、ショップリヒト、ゾゾタウンとか。結構そういうやつが多いね。次、イエローゾーン。イエローゾーンは、マイク、ヒント、カカオトーク。カカオトークは多分なんかで撮った。けど、全く使ってない。あとこれ、なんだっけ、お化けのやつ。てか、フーディー大好き。てか、フーディーすごくいいです。昨日ね、焼肉食べてきたので、焼肉のフィルターでしたね。とこうなってて、結構美味しそうに撮れます。これスイーツとかね。で、こっちの隣のアプリは、あんま使ってないんだけど、なんかすごくて、こう紫とかあんの。だから、インスタグラムでさ、結構系統揃えてる方っているじゃないですか。そういう人にはおすすめですね、これ。で、そしてメモ開いたらこう書いてあります。マイク電源入れる、明るさは上の左から3番目を押すこれあれです、カメラのやつです。で、あれです、これ韓国語覚えるやつなんですけど全然使ってないです。で、マクドナルド、クラシル、ラインプレイ、ポケモリ、ポコタウン、あとは360です。そして次、これ紫ゾーン。フォートナイト入ってるんですけど、フォートナイトは本当に基本的、スイッチでやってます。だから最近やってないです、スイッチは。このアプリもなくなったんだ。そう、これね、小学6年生ぐらいから使ってた加工アプリで、なくなっちゃったっぽいですね。長いもんね。マジか、ちょっと悲しい。はい、次これ、グリーンゾーンです。グリーンゾーンにはメッセージと、あとは LINE 公式あるんですけど、全く開いてなくて、なんか、ビデオのやつと、あとは、電話。あとは、スイカ。かわいいですね、スイカ。あとは、LINE ミュージック。そう、LINE ミュージックさ、思ったの。なんか、うち、BGM つけてて、自分の LINE に。でさ、あれ、結構、前まではさ、コロコロ音楽変えられてたけどさ、今って1ヶ月に1回とかじゃない？入ってない人、会員っていうか。で、ツイキャスと、マップと、で、これが、アメーバーです。で、そしてこれ、LINE のあれですね、スタンプを買うところ。あと、ポコポコ。B612 と、あとピグパとかもさ、懐かしいよね。ピグパの隣のやつ、これはなんか人消すやつです。原宿とかさ、人が多いところで写真撮ったらさ、人の顔が写ってるじゃん。で、人を消すんです。マスキングテープが写り込んでしまいました。大変です。そんな時これで消すんです。見つかった。あとこれスプレッドシート探す、LINE ライブ。LINE ライブ全くやってないです。ということで、グリーンゾーンはあんまり面白くなかったです。で、次、ブラックゾーンパート2。ボイスメモ。で、これね、センチ測るやつ。ただコンパスとか、QR コードとか。で、そしてこれ、レックです。でね、レックでユーポンは公式アンバサダーになってます。で、これはね、どういうアプリかというと、ラジオなんですよ。なんか動画とか見れるわけでもなく、声だけ聞くっていう感じです。よかったら聞いてみてください。で、そして、こちら。これ、桜スクールシミュレーターってどこに入れてるんですかって言われてて、そうです。こちらに入れてます。ブラックゾーンに入れてます。なんか、ハイスクールシミュレーターとかも入れてるんですけど、まあ、あんま言ってないよね。
結構 TikTok って書いてあるんだけど、これ元ミュージカリーです。でこっちギャオ、あれですね、ニップ見てました。でもほぼほぼね、スマホで見ることはなかった。 iPad で見てた。でこれ、これは何かというと、英語を入力します。ユーポンって、そうしたらこうなんか可愛くするやつです。文字を可愛くね、文字が作れるやつです。でそしてこれレッドゾーン、レッドゾーン危険だよね。まあ、チャンネル登録カウンターだったんですけど、なんかチャンネル登録はあれだよね、増えないよね。なんかこうぴったりなってる数字、だから例えば61万000みたいな。で次に、まあここら辺もほぼほぼ YouTube 系だね。でほぼほぼ YouTube だよね。 Gmail をよく使います。赤はあんま面白くないね。あとから無印とミックスチャンネルとかすごい懐かしい。てかなんか編集系多くない？しめじも入ってるし、スイッチとか、あと漢字検索、漢字検索はほんと大事、漢字が読めないから。でそして次これオレンジ、オレンジゾーンですね。もうこれも編集英雄、編集英雄、編集英雄、編集編集英雄って感じ。あとこれブックとか、クックパッドとか、クックパッド、クックパッドとか、あと音楽とか、英雄と、ホームと、運ログと、あ、なんかこれ、広告に流れてきてやってみたいなと思ったやつです。はい、って感じで、アプリは以上です。で、もう1ページ目は、なんか自分用のアプリです。いやね、結構スマホの中身変わったんじゃない？まあアプリはねそこまで変わってないんだけど、その配置とか形とかはね結構変わったと思います。はい、ではご視聴いただきありがとうございました。メインチャンネル、サブチャンネル、ユーポンの休み時間、チャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter と Instagram と TikTok もやっていますので、よかったらフォローよろしくお願いいたします。ではおつぽん。